ギアボックスは空気穴があるので水が入りやすいです。開けてみようとすると水が出てきました。隙間が大きくなると今度は乳化したオイルが大量に出てきました。ギアボックスなんですけども、ここはねすごくいい感じで、ここはね渋いんですよ。でもこれはね、ここの圧入するときにちょっと狭すぎるんですね。それでストレスかけちゃいます、ここのベアリングは。なので新品群でもこれぐらいになっちゃいます。なのでね、適正ですね。これですね、こいつをね、クニペックスのサークリッププライヤーですが、型番とか曲がりストレートタイプ、たくさんの種類があります。どうやらね、水の侵入はなさそうですよ。スムーズに回ります。グリスもね、まだ残ってますよ。ここがね、水に浸ってるところがね、若干錆があるから、ここで止まってますね。この入り口にこれだけ錆がありました。ここですね、ここだけ水に浸ってたところ、ここだけがね錆があります。スムーズですね。大丈夫です。なんとね、5.5番ですよ。こんなとこはね、X でいきましょう。一撃ですね。万能ですよ。ぜひ1本持っておいてください。磁石ですんでね、ゆっくり。やはりね、水がね侵入していた感じですね。大事には至ってないようですが、まあ、場合によってはね、ショートする可能性もあると思います。引き抜いたらね、これをつまいながらやらないとダメなんですね。テンションかけながら広げていて、こいつを差し込みました。でね、いつもね頭悩みますね。水がここまで侵入してますね。皆さん最後までありがとうございました。よかったらグッドボタン、
チャンネル登録お願いいたします。